超人事陽子ちゃんに、はい、ブルーベリー&ラズベリーについていくつか質問していきたいと思います、うん、お願いします。楽曲を初めて聴いた時の印象は何ですか？印象は私最初、うん、めっちゃ恋する可愛い女の子みたいな曲か青春の馬みたいな応援系のかなっていうふうに思ったんですけど、思ってたのといい意味で違う、うん、が爽やかだけどどこか歌詞を読めばやっぱり切なくって、うん、恋の曲で素敵な曲いただいたなって思ったな、うんうん、本当に。じゃあ、うん、歌詞の好きなポイントはありますか？あ、藤島と私が一緒に歌ってる、うん、こんなにも好きだって気づいていても確かめたりはできないっていうのがあって、多分学生の恋愛ソングなのかなって思ってて、うん、好きだけど仲のいい男の子とかと、うん、もし付き合ってって言って振られちゃったら以前の関係に戻れないとか、うん、なんかそういう葛藤があったりするのかなって、うん、なんか切ないなっていうところがちょっとキューってきてすごい好きですね、うん、いいよね、うん、本当に。いいね。